皆さんどうも、ボシュメルレイです。お待たせしました。この企画、ボシュメルレイが小学生だった頃に書いた漫画を読んでみようという企画でございます。第2弾まで今動画出してるんですけれども、なかなか、いい伸びやなと思ってて、もう皆様に楽しんでいただけているようで、本当にボシュメルは何よりでございます。そして、早速ですが、今回紹介するのはこちらです。ヤマトナデシコ。決して You're everything の方ではございません。 You're everything 一応オリジナルですね。ヤマトナデシコでございます。はい、まあ、絵もまあまあな感じで、確かね、いい感じで完結してたんじゃないかなっていう記憶があります。もう見て、タイトルもこういい感じでさ、つなげちゃっておしゃれですね。はい、でここは本名をこう裏返したペンネームになっております。はい、ちょっとなんか罠女が出てくるんですかね。早速行ってみよう。さあ行くぞ。あ、そうそう、これサインが書いてあったので消しました。もう平成18年とかやばすぎるよな、ほんまにやばい。では行きます。ヤマトナデシコ。皆さん、この言葉わかる？あ、先生か何か？一期一会、ドン。さくらくん、だる。一期一会、惜しい。惜しくはないぞ。いちごちゃん。じゃあ、いちごちゃん。難しいかな？一期一会。ちょっと待って。いちごちゃんにさ、いちご一会読ませるの、ちょっとこのさ、先生、悪趣味ではないですか？絶対さ、後ろでさ、クス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 ってなってるパターンや。やだ。はい。こんなの答えられて当たり前。ああ、そうなん。次期、きさらぎ流18代目家元、きさらぎいちごですから。どや。なんやねん、次期きさらぎ流18代目家元ってどういうこと？もうなんか漢字が並びすぎてよくわからん。そしてそこの頃、きさらぎっていう名前にハマってたんかな。またきさらぎっていう名字の女の子が来てるんですが、はい、とにかくきさらぎ流の家元さんらしいです、18代目の。はい、いちごちゃん。そして、はい、中拍子です。ヤマトナデシコ、ドゥン。You're ABC。 はい、もう主題歌はミーシャに頼みたいなと思います。では、よだれ、寝起き、ぐちゃぐちゃ、寝起きね、ぐちゃぐちゃなんですね。で、お嬢様ってなってる。これはお月のものですかね。お嬢様ってなってて、くちゅくちゅ歯を磨いて、もぐもぐ食べて行ってまいります。キリ、なんでこんなの私がこんなことを言うのよって書いてあります。別に行ってまいりますぐらいいいと思うんやけどな。はい、で、あ、母よろしくって、行ってらっしゃい。もうよろしくって行ってらっしゃいの方がどうかと思うけどな、私は。たたた、こんな生活だるい、みんなに変に思われないように嘘つくのもだるいよ。監視がいっぱいだし、お嬢様。あー、だからもうこういう、なんていうの、厳格な家に生まれているっていうのをみんなに知られたくないんだね。隠して生きてるんですね。あれで、パパパパパパパ、ヤマトナデシコって言われてるけど、おしゃれ大好き高2なのです。モテモテ金持ち。ね、ちょっと待って、自分でヤマトナデシコって言われてるけどとか言う？で、ムテムテ金持ちで自分で言う？知識過剰すぎませんか？大丈夫？友達いんのかな、こいつ。はい、だからさっきこうやって出てったけど、おしゃれが大好きだから、お化粧してアクセサリーとかつけて、あーって感じで学校に行くんですね。わーいがダセな。はい、あ、いちご、お友達ですね。あちらを、ラブレターの山、いちごをつけ、いちごちゃん、ほら、ちょっと戻るで。
ほらさっきムテムテって書いてあるから、もうモテにモテてますね。ラブレターの山よ。こんな山郵便局でしか見たことないわ。で昨日のドラマ見たぽい。あ、ラブレターは興味ないんですね、捨てております。で大変だねって言われてるんですね。アキラもかわいそう、他の男子たちも誰かに言われてます。つかさ、つかさが待って、ちょっと言わせて、もう絶対これね、もう花より団子の道明寺つかさから来てるからね、このつかさ。もうつかさなんて名前、道明寺つかさ以外聞いたことねえわ。ほんでプンプン、あっちだって恋ではないもん、恋がいい言い方の癖よ。つまりあれでしょ、手紙なんかよこさないで直接言ってこいってことでしょ。声がいいの言い方よ、もうちょっとさ語彙力あったやろ。で男心がわかるかって言われてビーってしてるんですね。はい。で帰り、もう時間の流れこれだけで表すな。帰り、ごめん先帰ってて、あ違うわ、ごめん帰ってて、あ先帰ってって感じなんですね。でただいま帰りました。いちごちゃんが帰ったんですね。でまたよパパパ、もう時間の経過がね雑すぎるんよ。でドンシャッシャ、あその記載に言ってお茶の家だったんだね、やっとここで分かったよ、お茶の家だって。シャッシャ、それにしてもドンは雑すぎんか。はい、シャッシャお茶お茶碗なくない、ねえ茶碗なくない、ねえただただ丸い空間になるだけなんですが。でうんぐうんぐ、ちょっとちょ待って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 、お茶飲む時の音うんぐうんぐは違うやろ、これ赤ちゃんがおっぱい飲む時のうんぐうんぐやろ、やばすぎ、オノマトペ下手すぎか。おいしゅうございましたきり、いや美味しかったと思うけど、美味しゅうございましたじゃなくない、お手前頂戴いたしましたとかじゃないの、えいいお手前でとかじゃないの、美味しゅうございましたちょっと違くない、よくわかんないけど。で素晴らしい女好き、え待って西門さんってもうこれもうもう思いっきり花より団子のパクリですわ。女好きの西門さん、お茶やってるもう西門宗次郎しかおらんわ。もう見た目もこの髪型の感じも西門宗次郎だわ。すいません、今回もちょっとパクっていますね、ボシュメルは。はい、素晴らしい。ということで2人でお茶の稽古でもしてるんですね。でどうも、でいちごちゃん、あ男が嫌いだから ラブレターにも興味ないし、なんか西門さんに対してもちょっと冷たい感じなんですね。なのに自分でモテモテって言っちゃうところ本当に嫌な女ですね。でお茶行くって、あ西門さんに言われてるんですね。ちょっと待ってね、え茶道をやった後にお茶行くって何のギャグですか、ちょっとギャグ線高すぎんか。はい、でもうブチってなんかこうデートに誘われて、お茶に誘われて切れてるんですね。ブチね、自分で立てるからいいそらそうですわ、自分で立てるからいいわな。なかなかギャグ線高いよ。で燃えるぜ、じゃあ待って読んじゃったけどこれ燃えてねえな、焼けるじゃん、焼えるぜボー、プレイボーイの何かけてね、ちょっと待って、もうさこの目の感じとかさ絶対さ花より団子のパクリじゃん、西門宗次郎そのまま書いただけなんだけど。でさこういう場面あったよ、花より団子の何巻かで、本当にあの覚えていらっしゃる方教えてほしい、このコマあったよね花より団子で。で多分ね本当はね西門さんとね美馬坂さんも隣にいたと思うの。いやこのコマ覚えてる、懐かしい、本当にまたパクってるよ、もしめる。はい、で断られてプレイボーイ、燃えるわけですね。で如月いちごを手に入れないと、あー手に入れたいんですね、いちご手に入れたいプレイボーイ、いいですねこのアクセントの癖よ、カモメですかカモメ飛びすぎやろ。はい、でめぐみんちに、あら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 、お稽古を早々にやめてお友達に会いに行こうとしてるんかって言ったら、バッキャン腕のつかまれ方絶対複雑骨折してるわこれ。はい、で俺は君が欲しい、あー西門さん諦めてなかった。で
西門さん、はぁーってなってるわけですね。おお、引き止める。でパチッ、あ、手を払ったんか。たたたたたた、ごめんなさいバカ。待って、バカって言ったの？ごめんなさいって言っててバカ、これ誰が言ってんの？西門さんよくわかんない。でいてガキって言ってる。あー、これも絶対にもう花壇をそのままパクってるかの顔で。ここのコマもね、あったよ、あったあったよ、花壇にあった。このコマもね、あのご存知の方ね、もう何かにあるのか教えていただきたいです。もう本当にパクってます。はい。で西門さん怖いってなってですね、男嫌いのいちごちゃんちょっと責められて怖くなっちゃったんですね。でバーカ、あれ何かのバーカ、え、何バコ、ちょっと待って、ねえ立方体が下手すぎませんかね。全然無視じゃん、立体感無視じゃん、ね、リボンの位置も対角線には光って、もう画力が。ええ何これ。あ、プレゼント投げられて中にペンダントが入ってたんですね。あ、おしゃれで、あ、手紙も入ってる。え、いちごへ、落ち込んでたららしくねえんだよダサい、手紙の文面がダサい。でしかも最後念押しで気に入ったって、いやダサい。でつかさ、あ、つかさって分かっちゃうんだすぐに。だー、どこにもつかさよりって書いてないけど、つかさってなっちゃうんだ、いちごやだ。でえ、ネックレスがついてる、さっき持ってたネックレスがついてる。え、突然ホラーですか、オカルトですか、この漫画あ、もう相変わらず父がでかい。はいね、じゃあ行こう。待って、あ、また腕をつかまれている。またって言ってるし、いちごちゃんもバッ、手首のつかみ方の癖よ、グッじゃなくてこうスッスッってつかむ感じ、癖よ。でつかさ、あ、やっぱつかさだったんだね。ほんでささつかさ、あー、なんやこの絶妙な距離感は。おーおーおー、あ、キスか、キスか、いやーストップ。え、じゃあな、バイバイなんや、うん、ちょっと足の感じうまいで、何今の、もしキスやばすぎる、動揺がやばすぎる。でもこれ好き、これガラスの仮面みたいじゃない、この集中線の使い方好きだわはい、キスやったんかな、わかんないけど。はい。でキラン、財産狙いあー、男嫌いのいちごちゃん、男心を純粋に受け止めきれないんだ。純粋にいちごが好きって思ってなくて財産狙いと思っちゃってるんだね。あー、切ねー。そしてでも西門は本気だ本当は西門さんの顔描きたかったんだろうけど、本当めんどくさかったんだろうね、本当に西門さん申し訳ねえで、もしや司も、それとも遊び、いやー悩める乙女心、やだ。そしたらどっちにしたって男嫌い。あー、結局なびかないってことですね、なんやね。はい。でやだやだ、ガラケーだ、懐かしい。待って、本文に力もう力ぐらい漢字で書け。でごめん、幼児も漢字で書け。思い出した、矢印泣きあー、この矢印使う感じも懐かしすぎる、やばいね、ちょっと平成ノスタルジーが溢れ出ている。でドン、こんな時間、4時25分になっちゃったみたいです。どんな時間やねん。あー、なんかキモいキャラ出てきた。早くしてくださいお嬢様、分かってるノブの、あ、お月の人ですねノブのちょっとキモいな。はい。で、ふう、疲れる、そりゃお茶の稽古一回やめて遊びに行こうとしてなんだかんだってだもんね、疲れるよね。で柄開けまして、大変うるしゅございますあー、もうやばくない？ちょっとなんか古典っぽいさ言葉遣いをしようとして、もう全てを間違ってる
まず大変うるうしゅうじゃないからね、うるわしゅうだからね、本当に活用間違えてる、最悪で、まあ、うるわしゅうであったとしても多分ね、お茶する前にね、大変うるわしゅうございますって絶対言わねえから、本当に。あー、もう小学生って恐ろしい。で、きは、いいね、きは、きは、リズムがいい。はい、で、選んだのがこれ絶対お母さんじゃん、5分の遅刻です、また集中戦で、やべってなるわけですね。で、キサラギ家の娘が遅刻だなんて、ちょっと厳しいな、厳しいな、家の中の稽古なのに。当分外出禁止で厳しすぎんか、家の稽古5分遅刻で当分外出禁止、しかも学校も行かないでってやばくない？学校行かせてやれ。そらもうさ、目真っ白になるよね、もう絶望の顔。いいで、はい、あ、受け止めちゃうんだ。で、早く行きなさいって、どこに行くねん、稽古させるや。ねえ、どこに行くねんで、どうして、あー、お目目真っ暗、お先真っ暗です、わけわかんないよやだ、この感じはわけわかんないよ。そりゃそうだよね、たった5分遅刻しただけで学校にも行くだなんて、そりゃわけわかんないよってなるよねあー、おかしい。で、あ、またガラケー、あ、りょくちゃんと入力できてるわ。はい、で、1週間学校行けないよ、泣き、ピッピッ、友達に送ってんのかなこれあちゃもかな、あちゃもですか、あちゃも泣いてる、ね、なんで如月家に生まれたの、あ、自分のね、この運命をね、呪っているわけです ね。お母さんも信乃も信乃プライベートこんな顔なんだもう、もううんざり、うん、叫んだ、もう自暴自棄ですよね、そりゃね、嫌だってなるよね。そしたら、女の子は怒るより泣くより、え、誰、え、誰かが勝手に話し出したんだ。で、西門さんなの、ほんで、プッ、え笑顔が一番なんだよ待て待て待て、やかましいわ